みなさん、こんにちは。こんばんは。ゴッティーバドミントンチャンネルです。はい。本日は、SJ リーグの新力分析え、男子12チームやってみた、やっていきたいと思います。まず1チーム目、隣運輸。金子真弘選手、大林拓馬選手、小林優吾選手、畑野選手、高橋、高橋選手、大田俊也選手、西田有吉選手、花田明選手。あこの新手ついてるのは、内定選手です。藤沢義文選手、 津山監督選手、斉藤俊選手、目崎俊太郎選手、沖田九郎選手。で、ここの、かっこ、章ってついてるのは、主将っていう意味です。注目ポイント。ホキコバ、調子同様。そろそろ団体戦が強い。とのみを見せてくれ。最近調子のいい高橋選手。2ラブがガチで心配。金子選手第1子おめでとう。津山選手が出なくても、シングルス陣、大丈夫。また優勝して伝説を始めるのか。今年はチャレンジャー。 ゴッティの注目選手は、高橋光選手です。で、この戦力分析の S は優勝候補ヒット、A は優勝しても驚かないチーム、B は優勝したら驚くチーム。過去中間ぐらいの順位になりそうなチーム。っていうことですね。で、ゴッティの戦力分析的には、トナミは S です。ね、注目ポイントを深掘っていきたいんですけどね、あの、12チームあるんでね、すごい時間かかりそうなんで、あの、パッパパッパ、あの、 やっていきたいと思ってます。続いて、J テクト。相澤ザー・り選手、増本康介選手、長渕雄大選手、小川翔吾選手、野田祐斗選手、村本龍馬選手、藤原圭介選手、川島直也選手、佐野大輔選手、小川光太選手、西本健太選手です。注目ポイントは、西本選手がいるときはダブルス絶対勝たないといけないよね。内定選手以外、ね、内定選手意外と活躍すんじゃね 二連覇。監督が変わったけど、影響あるのか佐野愛沢以外のダブルサー、誰が出るの宮崎の星と新キャプテン。一日目と二日目と負けてしまったんで、一ダブが心配。松本選手出てくれ。西本佐野の勝負どころでのサーブ。ゴッティの注目選手は佐野大介選手です。戦力分析は、えとさせていただきました。えー、このゴッティの注目選手ね、あのー、さっき補足するのも、 忘れてしまったんですけど、あの、やっぱ注目してるのは、三遊使ってる選手なんですけど、やっぱそう、そうすると、毎回毎回、あの、注目選手が、あの、同じで、なんかつまんないなって思うんで、まあ、今回、この三遊視点を抜けて、こう、注目選手としこう、選んだ人のその理由は、あの、キーポイントですね。はいち。ゴッティの注目選手ポイン、注目選手イコール、あの、キープレイヤーっていうふうに。 思っていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、ゴッティは、あの、J テクトのね、キープレーヤーは佐野大輔選手だと思ってます。はい。えね、あの、12チームあるんで、本当に、パッパパッパ、いきます。はい、次。続いて、NTT 東日本、柴田和樹選手、緑川博樹選手、中静雄斗選手、三浦大知選手、桃田健斗選手、小川稔選手、山下京平選手、小川明選手、田中雄二選手、山田直樹選手、武井力選手、 竹雄太選手、遠藤彩斗選手、奈良岡康大選手。注目ポイント。層が厚すぎる。大事な場面は田中選手が出るの奈良岡選手は出るの二ダブは誰が出るの山下緑川全勝できるのか桃田選手の SJ リーグ通算勝利数の記録をどこまで伸ばせるのか新人選手はどれぐらい通用しそう、まあ、あと注目ポイントとしては、まあ、桃田選手がこの SJ リーグであの現役、 引退ということなんでね。あのー、今後の、今後のっていうか、今回のそのモータ選手の、あのー、立ち振る舞いとか、ね、めっちゃ注目していきたいなと思ってます。ゴッティの注目選手は緑川博樹選手です。うん。NTT 東日本のキープレイヤーは、多分ね、緑川博樹選手になるんじゃないかなと勝手に思ってます。はい。戦力分析はエースとさせていただきました。 続いて、日立情報通信 NG ニアリング。下上選手、井上聖也選手、野村拓海選手、竹内義則選手、松井圭一郎選手、岩野耕也選手、稲光翔太郎選手、田手勝樹選手、牧野啓太選手、野田斗真選手、河辺春日選手、松川健太選手、木田優斗選手。注目ポイント、ダブルスが強い。 シングルスが勝てばどこのチームとも戦える。野田選手と牧野選手。井上川辺が見たい。トップ4トーナメントには食い込みたい。日立のダブルスがゴッティのガチ好み。ゴッティの注目選手は下上雄一選手です。戦力分析は S とさせていただきました。内定選手、松川選手、木田選手。今回、今年はダブルス陣を取ったんですね。 あの、いい、い動き方なんじゃないかなと思ってます。はい。続いて、ビプロジー。谷岡大悟選手、渡辺裕太選手、沖本雄大選手、河本拓真選手、岡村宏樹選手、三橋健也選手、渡辺光樹選手、森口幸四郎選手、熊谷翔選手、金子祐樹選手、小野寺正幸選手です。注目ポイントは、渡辺裕太は出てくれ。誰と組んでも勝てるでしょう。 めちゃくちゃ強い優勝候補。最近調子いい渡辺孝樹選手。岡村三橋。川本選手と沖本選手。三橋選手の神高い掛け声。まあ、これはあの、プレー中にやる、岡村岡村っていう、あの、掛け声聞きたいですね。はい。渡辺裕太選手が出てない時のダブルスのペアリング。そうですね。あのー、 渡辺、ダブル渡辺が出てなかったとき。まあ、あと、岡村三橋も、もし海外行って出てなかったときの、その、ビップの戦い方はどうなるんだろうなって。どうなるんですかね。熊谷選手、金子選手、野野寺選手、まあ、谷岡選手。熊谷、金子で組むってことなんですかね。もし行っちゃったら、海外とかにね。 もし被ったらの話ね。被るんすかね。まあ、わかん、まあ、そこまでは、あの、見てないんですけど。被ったら結構まずいんじゃないかなとは思ってますね。まあでもシングルスは安泰かな。別、出ていかれても。沖本、河本、沖本、川本はめっちゃ強いですね。うん。うん。渡辺光樹選手がいなくなってもめっちゃ強いんじゃないかなと思ってます。はい。ゴッティの注目選手は渡,渡辺光樹選手です。戦力分析は S とさせていただいてます。はい、次。 続いて、三菱自動車京都です。三上選手、内田選手、林谷選手、一井選手、熊谷選手、外川選手、咲野選手、中村選手、南茂選手、上田選手、常塚選手、引田選手、山田選手、ン田選手です。注目ポイントは、福井出身のペア。あの、この福井出身のペアは、中村選手と南茂選手。 ですね、あの中村選手は,これはあの筑波大学で、えー、こ今年から内定の人ですね、はい。この福井出身のペアがなかなか強いんですよね。あのそうですねあの2日目、SJ2 日目にトナミとやって、トナミの太田目崎ペアに勝ったんであのすごい期待できるなと思います。三上選手の筋肉、常塚さんの男気、えー。これはですね、こう書いた理由はですね、あの シングルス人がなかなかフレッシュなんですよ。フレッシュっていうのはまあ年齢層が低めなんで。なんですけど、まあ、常塚さんだけ、ちょっとシングルス人のそのフレッシュさからはちょっと歳が離れてるんで、そこのあ年上気質というか、そこのね、男気を見せてもらいたいなっていうふうに思ったんで、そう書いてます。あとはフレッシュなシングルス人。あの、さっき言った通りですね。あの、シングルス人若手多いんで、はい。 そこ見ものかなと思ってます。先の選手のセンスバドミントン。今年こそ現状だ。はい。毎年6位ぐらい。6位かな。毎年6位なんで、今度こそあの5位以上、5位目指してちょっと頑張ってもらいたいなと思ってます。ゴッティの注目選手は先の選手です。戦力分析はビートさせていただいてます。はい、次。続いてトヨタ通商です。 池畑選手、神山選手、北里選手、村瀬選手、宇治選手、鈴木選手、戸内選手、高柳選手、滝口選手、川原選手、阿部選手、宮池選手、吉村選手、松本選手。注目ポイント、ダブル大輔ああ、これは、あの、内定で入ってる人ですね。えっと、法政から入った高柳大輔選手と、日大から入った阿部大輔選手ですね。あの、出れるか分かんないですけど、ま、あの、大学では、 イケイケガンガンで、あの、結果残した二人なんでね。あの、ぜひ見てみたいなと思ってます。絶対的エース池畑石田部は絶対取ろう。出だしの2敗が痛いが、ここからどう立て直すか。女性ヘッドコーチの手腕。あの、ヘッドコーチが、あの、佐藤沙也加、沙か。佐藤沙也加選手なんで、あの、なんだろう、男子チームに女子ヘッドコーチって俺が聞いてる限りだと、 あの今までないんじゃないかなと思うんで、そこの、そうですね、その佐藤ヘッドコーチの手話あの、注目していきたいなと思ってます。はい、2敗し,したんですけど、まあ、こっからっす。ゴッティの注目選手は、滝口選手と池畑選手です。戦力分析はビートさせていただいています。はい、次。続いて、東海工業です。大滝選手、八津選手、寺島選手、本田選手。 長峰選手、河本選手、西野選手、林選手、江藤選手です。注目ポイント。応援団長、河本。<laughs> あのね、チ巻つけて、白いハチ巻キつけて、あの、ずっと応援して、あの、先陣切って応援していた方が、あの、河本選手なんでね。あの、そこの名前は絶対書きたいなと思ってたんで、はい、書きてよかったです。あのね、ちなみに、 ゴッティプチ情報なんですけど、あの、川本選手ね、試合出てないんですけど、あの、その応援がめちゃくちゃ評価されてね、あの、会場にいる、あの、ちびっ子たちから、あの、サイン求められてました。で、大黒柱、西野選手。最近、急成長急成長中の長峰、寺島。勢いのある大滝、江藤。林、本田のシングルス。J テクトに勝ったから期待大あ。あれはすごかったっすね、はい。 ゴッティの注目選手は、寺島隼選手です。戦力分析はビートさせていただいてます。はい、次。続いて、金沢学院クラブです。浦選手、安井選手、高橋選手、下野選手、内野選手、猪熊選手、西川選手、藤田選手、高木選手、坂井選手、伊藤選手です。注目ポイント。やっぱり、西川下野でしょ 昨年よりも大幅に戦力アップ。昨年よりも順位は良くなりそう。坂井選手がで出なくても強いシングルス陣。2らブここからの成長に期待。ゴッティの注目選手は西川下野選手たち、選手です。戦力分析はビートさせていただいてます。はい、次。続いて、コンサドールです。斎藤選手、大井出選手、山澤選手、本田選手、柴田選手、大越選手、ジッ選手、 三浦選手辻選手手辻です注目ポイント、新戦力の柴田選手、安定の辻、本田、天才、山沢選手、開幕から2連勝と好スタート、このまま波に乗れるのか、北海道大会で地元の応援を力にできるか、確かね、SJ リーグ、北海道開催、確かあった気がするんでね、その時地元の応援を力にできるかが、えー、今後の順位上げの鍵になってくるんじゃないかなと思ってます。 ゴッティの注目選手は柴田拓実選手です、まあ。ダブルスはあのもう昨年からもうず,っ、うん、ずっと強いんで、い今までんとシングルスだけだったんで、まあ、今回柴田選手が入ってきたんで、ね、めちゃくちゃあのコンサドーレ、あの層厚くなってあの、めちゃくちゃ順位高くいけるんじゃないかなと思ってます。はい、戦力分析はビートさせていただいてます。はい次 続いて、トリッキーパンダースです。中島選手、小野選手、町田選手、上田選手、ミンチェル選手。あの、この5人しか書いてないんですけど、あの、全員、あの、選手が定かではないので、あの、ゴッティが分かる範囲で書いてます。あの、トリッキーパンダースって、あの、こう、入ったり抜けたりが多いんで、去年入ってたのに、あれ、今年抜けてるみたいな。そういうのが多いんで、あの、ゴッティもね、全然、定かじゃないんで、 あの今いるトリッキーパンダースの選手たちが。はい。なのであの、1日目と2日目に出てたこの5人を、はい、選手として書いてます。はい、注目ポイント。警報ペア。警報ペアっていうのは、この中島選手と町田選手のことですね。はい。小野選手のシングルス。少数制だけど頑張っているところ。ベテラン監督の手腕。レオ選手の後継者。ミン選手。 このリャオ選手っていうのは以前あのトリッキーパンダースで海外選手として来ていたあのチャイニーズタイペイのリャオミンチュンっていう選手のことです。えー、その後継者としてね、あの多分同じチャイニーズタイペイなのかな、そこのミンチェル選手が来てます。はい、ゴッティの注目選手は中島拓海選手です。戦力分析はビートさせていただいてます。はい、次。これで最後かな。えー、大道特殊校。 えー、選手は、本田選手、大関選手、河野選手、大山選手、曽根選手、安田選手、武田選手、野口選手です。この河野選手っていうのはね、あの、双葉未来のあの、河野くんのあお兄さんだと思われます。注目ポイント、新人の武田選手。昨年よりも戦力アップしたから期待大。あ、まずね、あの、武田選手が入ってきたっていうのでね、だいぶ戦力アップしたんじゃないかなと思ってます。あ、もう元から、コンソドールと一緒で、 ダブルスはずっと強かったんでね。はい。あの、シングルスの武田選手入ったんで、えー、もう戦力アップ間違いないなと思ってます。はい。JTECT にも NTT も通用するダブルス陣。あの、緑川、山下にね、あの、1ゲーム取ってますし、JTECT に何な,なら1ダブル勝ちましたからね。本当、通用するんじゃないかなと思ってます。CM も出していけいけ。はい。ぜひ気になってる方は、大同特殊校 CM で検索してみてください。ダブルスの組み替え。あの、1日目と2日目え、どっちも組み替えがあったんで、あの、今後も組み替えするんだったら注目していきたいなと思ってます。ゴッティの注目選手は大関選手です。戦力分析は B とさせていただいてます。はい。いかがだったでしょうかこれで戦力分析、え男子の12チーム、終わりました。 あの、女子もやってほしいっていうのがある、あるんだったら、あの、やります。はい。なかなかね、これ時間かかるんですよね。はい。女子も、えあの、俺の意見でいいんだったら、俺の戦力分析でいいんだったら、あの、全然やりますんで。まあ、いつやるかわかんないんですけどね。あの、そういう声があったら、え頑張ってやろうかなと思ってます。はい。えー、まだね、 もっともっと SJ リーグ盛り上がると思うんで、うん、本当にポテンシャル高いリーグだと俺は本当心の底から信じてるんで、えゴッティもなんか、あの、力になれたらなと思ってます、本当に。はい。まあね、なんか、なんか今回優勝チームは100万円なんだっけあめっちゃいいじゃないですか。えでもなん、うん、なんか100万円出るだけでいいんですよ。ちっちゃく、ちっちゃくコツコツ。 少ねえよっていうね、意見もあるんですけど、いやまず、その賞金が出るっていうこと自体が、あのー、だいぶ成長したなっていう風に捉えて欲しいですね。あの、批判するんじゃなくて、俺はね、俺はもう、その100万円出るだけで、ああ、だいぶバドミントン進化したなと。バドミントン協会進化したなって。村井さんありがとうっていう気持ちなんで、ね、はい。ほんと、ポテンシャルめちゃくちゃあるんでね。あの、ぜひ、 あのまだまだあの盛り上げ足りないと思ってるんで、ゴッティにもちょっと SJ リーグ、本当にいろんな企画考えてるんで、それやれたらなと思ってます。SJ リーグ関連で。今後ともね皆さん、ゴッティの応援よろしくお願いします。そして SJ リーグに出る選手たちも応援よろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 今回はそれだけです今回も見に来てくれて本当にありがとうございましたそれでは See you next time